深夜の友は真の友などと言いますけれども、こんな時間に一人で起きているあなたは一体どんな人なんだろうと、いろいろ考えながらマイクに向かっています。人生は短く、夜もまた短い。今日できることは下に伸ばして、せめてこの深夜のひとときを。今この放送を聞いていらっしゃる深夜の友に限りない友情と共感を抱きつつお送りするミッドナイトメッセージ、五木ひろゆきの夜です。五木ひろゆきの夜、この番組は金ぼうけ商品の提供でお送りします。こんばんは、五木ひろゆきです。こんばんは、アルノエリザです。一難去ってまた一難と言いますか、腰痛があっという間に治ったと思ったら、今度は合図でね、はい、鼻風邪をひいちゃいましたね、はい、あんまり料理屋さんのこのクーラーというかエアコンが古風なエアコンで、うん、いくら加減しても冷風がまともに吹きつけてくるんですよ、それで電源切っちゃうとね、もうこの一番の会津盆地の暑さっていう感じでね、はい、もうどうにもならなくって、それで鼻風邪をひいちゃいまして、まだぐずぐずいって抜けないんですけれども、とりあえず、このなんていうか湿った声といいますか、ご堪能いただきたいというふうに思います、はい、今夜のゲストは、はい、以前も何度かかしら、それとも一度かしら、一度、うん、以前にも一度この番組にゲストで来ていただいた、はい、ライターのですね、はい、黒岩久子さんです、はい、ライターという言葉を使いましたけれども、僕もライターなんだけども、まあ小説を書く人はノベリストとか、クリティックとかいろんな言い方がありますけどね、まあそういうことを全部ひっくるめて物書きということで、はい、今日本のライターのグループの中で第一線のトップのグループを走っている黒岩さんです、はい、黒岩さんこんばんは。こんばんは。前に来た時には、はい、どっちでしたっけ、音のない記憶という写真家の、はい、井上さん、はい、井上浩二さんの、はい、井上浩二さんの写真家の、はい、評伝を出された時に、はい、お見えになっていろいろとお話を伺ったんですが、はい、ありがとうございました。その後、文春から、はい、伝書バトのね、はい、その時は、お休みだったんですけども、今度またまた岩波書店から、もう僕の本の中で一冊もないくらいの値段のですね、高価な本が一冊出たんですが今手元にありますけども、手に持っただけでもうね、左手が疲れるというくらいずしりと重い、はい、今は軽薄短小の時代で、もう養老さんだって新書版をね続々と出す時代なんですけども、そういう時代にこういう本当に本だなっていう感じのする本を黒岩さんが出したというのは、非常にこう反時代的なですね、非常精神がそこにこもっていて、僕はやっぱりこういう本出すことでね、改めて岩波書店健在なりという感じがしました。今度の本は僕からご紹介しますけれども、カッコ食道楽カッコ閉じの人、村井玄斎というタイトルなんです、でこれカッコはわざわざこう強調したのは、カッコをつけないとですね、食道楽の人村井玄斎という感じで、村井玄斎がいかにも食道楽の人であるかのごとき、誤解を招きやすいんで、これは食道楽という作品があって、小説でねもうかつて一世を風靡した大ベストセラーになった食道楽という小説があるんです、知る人ぞ知るで、専門家はよく知ってるはずなんですが、それを書いた村井玄斎という、表紙に写真がありますけれども、何かこう拳か、神道の神官のようなね、そういう風貌の作家ですが、明治の頃本当に一世を風靡した大流行作家であったこの村井玄斎という人は、長くうずもれて、専門家の間でチラチラとこういうふうにちょっとこう言葉に出てくることはあっても、一般にはですねほとんど知られることなく、そして明治の文学史の中でもほとんど埋没したままになって、今日まで来たこの村井玄斎という、もう実にね、この村井玄斎っていうのは、深海の底から大きなクジラが浮かび上がってきて、そして波間に背びれをチラチラとこう見せてるっていうね、こういう感じなんですが、今度黒岩さんの筆によって、波の上に浮上してきて、真っ黒な大きな背中を初めて文学史の上にですね、
表したという、こういう僕が簡単に言うとこういうことになります、帯の文章を読みますね。帯の文章がまたね、あの僕なんかの本と違ってね、なかなか硬派のいい文章で、この数奇な存在の人生を覆う光と影を大きな時代背景に溶かし込んで鮮やかに描き出す近代の落調をうずめる渾身の書き下ろし、こういうことになってまして、でこの食道楽の人村井源斎、このタイトルの中のその村井源斎という人について、はい、うん、僕黒岩さんから簡単にここで皆さん方にね、はい、ほとんどラジオ聞いてらっしゃる方も初めての方が多いと思うんですよ、うん、村村楽の村ですね、はい、井戸の井、源というのは、まあ、あの源、海に源という字がありますね、斎、はい、は何々斎という斎、です、村井源斎という人のことなんですが、はい、まあ、これ簡単にちょっと村井源斎のアウトラインをご紹介ください、ね、もう村井源斎と聞いただけで、あ、江戸時代の人じゃないかというふうに思いがちだよね、名前も古風ですし、はい、これはペンネームで本名はあの菊池寛の広志という字を書いて豊かという、村井豊かというのが本名なんですね。じゃあ村井は本名なんですか、はい、なるほど。それで生まれたのが幕末で、まあ、文久3年といいますか、1863年ですね、1863年、はい、あの明治維新の5年前ですね、5年前ですね、にあの愛知県の豊橋市ですね、今のそこで生まれてまして、うん、でまあ、お父さんが非常に教育パパで熱心で、あの明治維新後に、まあ、藩士で上流武士だったんですけれども、うん、もうさっさと藩に見切りをつけて、うん、その息子の教育のために上京しまして、うん、もう小さい時からあの現在の東京外国語学校ですね、そこに入れて、ロシア語を、ロシア語やった、これはまた珍しいね。同じなんです。当時ロシア語やった人に双葉亭指名がいて、それから明けがらす早がそうなんですよね。外語のロシア語学科でね。はい、だから明けがらす早は最初外交官になろうと思ったらしくって、はい、当時はロシア語をやるのは一つのファッションだったんですね。はいはい、村井源斎もロシア語やったんですか。それは年齢を偽ってですね、2歳ぐらい偽って早く入って、うん、で双葉亭指名とは本当は生まれた年は一つ違いなんですけれど、あの双葉亭指名の方は最初はあのもう軍人になって、あのロシアに戦おうとそちらの方で最初やってたものですから、あの入学が遅れて源斎とは入れ違いになってるんですね。で村井源斎の方は実はもう勉強あまりのハードなあれがたたって、うん、脳病という当時言われる、まあ、今でいう、まあ、うつ病というか神経衰弱というか、うん、そうね、脳病という言葉があって、神経衰弱という言葉があって、ノイローゼという言葉があって、最近ではうつとかいろいろ言ってますね、はい、あ、そういう状態になったわけね。当時脳病は結構流行りでですね、北村東国なんかは早く自殺してしまいますし、でまあそれから実は挫折の時代が続いてまして、でついにあの二十歳の時に渡米を決意するんですね、あのアメリカへ、はい、でこれもまたね、明治の頃の人たちって随分大体不敵だよ ね、うん、そうですね、今と違うのに、まだ開国してそんなに、はい、うん、まあ、しかもロシア語をやってたわけですから英語ができないわけですね。それほどはあの多少はできたとしても、それでまたアメリカで実はあの相当脳病がひどくなって、また挫折して実は戻ってくるんです。よく入国できたね、はい、でまあとにかく父親の期待があのすごく高いのに期待に応えられないというところからスタートしてるんですが、やっとそれで戻ってから、あの自分があのそれまで実業家になろうとやはりしてたんですよね。どちらかと言いますと、もちろん文筆の才能はあったんですが、でそれをあの当時渓谷美談が大ベストセラーになって、はいはい、矢野流刑ですね、矢野流刑のところに、あの矢野流刑が当時郵便放置新聞、後の放置新聞なんですけれど、その社集で源斎は矢野流刑に自分の書いた文章を送るんですね。ああ、と矢野流刑が会いに来いと。なるほど。あの渓谷美談というのは、はい、外国ネタだよね。あのギリシャの、はい、シーザーとか、なんだっけ、テーベという小さな国がですね、そういう工房誌だよね、はい、一つの国のね、はい、でそういう本が、今でいうとね、塩野七海さんのね、ローマ人の物語みたいなもんですよ、はい、 そうですね、そういう物語を明治開国の頃の日本の青年たちはこうむさぼりを読んだんですよ、はい、ちょうど自由民権運動の一番盛んな頃ですから、矢野流刑という作家は同じ作家でも、はい、どちらかというと硬派の作家、はい、
そうなんですね。であまり知られてないんですが、村井源斎のもう大恩師であり、うんうんうん、まあ、先生、ずっと先生と呼んでるんですけれど、で会いに行って弟子にしてもらったんです。そうなんです。それで報知新聞に入って小説を書きなさいと劉慶からその時に勧められたんですね。今報知新聞って言うとスポーツ新聞って言うと強いけどその頃はね、そうではなくて、ね、そうなんです。当時まだ郵便報知新聞という、郵便報知新聞という、由緒ある、あの一番硬派な政治ネタしか載ってないような、いやそういう後半の、ね、新聞だったんですよ、元々は、はい、僕らが若い頃でもね、報知新聞っつったら秋山俊さんなんかがいてね、あの今批評家のね、文芸批評家の、はい、だからなかなかのね、後半の新聞というイメージが強かったです ね、でも当時はその矢野流慶が出て、はい、そこに入る、入社する。そうですね、はい、そこからその新聞小説家としての人生が始まる、うん、明治のその頃はそういう小説を外部のライターに移植するというんじゃなくてね、はい、会社に入れちゃったんだよね。そうですね、社員が結構書いてますね。それぞれ専属みたいに夏目漱石を朝日新聞が、はい、で書かせるっていうね、はい、うん、それでそこに入社して筆を取る、はい、はい、そこからがちょうど読売新聞の方では尾崎紅葉が全盛期で金色夜叉とかを書いてる時代に、はい、その金融者が大事、その時に村井源斎がちょうど何作か目の日の出島という、なんと足掛け6年書き続けたんですね、報知新聞に。これもどちらかというとこうスケールの大きな、はい、あれですよね、で日の出島物語があって終わって、その後に実は百道楽を書くというふうに言い始めて、百字順でいいよね、百つながりなんですが、楽しそうですけど、やっぱりそれもまた大変、突き詰めないとですね、いろいろメモがあるんですよね、犬道楽とか猫道楽とか、はい、歌道楽とか木道楽とかで、はいはい、で実際に書いたのがですね、釣り道楽と酒道楽と女道楽とこの食道楽、その道楽シリーズの中の一つがこの食道楽という、はいはい、一応ここで道楽シリーズはもうやめてしまって、続編は一応書いたんですが、でも圧倒的に人気があったのはこの食道楽なんですね。そうですね、はい、でまあ面白いんですけれど、彼としてはこれは非常に啓蒙小説っていうつもりで書いたんですが、実際にこう連載が始まりますと、小説のストーリーの中に、まあ、これ長いんですけれど、630種もの料理のレシピがそのまま織り込まれてるんですね。食道楽っていうのは食べる道楽ですよね、はい、簡単に言うと美味しんぼとかグルメ小説みたいな、はい、そういうものなんですが、その通りとしてはすごく斬新 で、それがちょうど明治36年で、日露戦争の1年前だったんですね、まあ緊迫した空気の中で、はい、そういう食堂だって道楽っていう言葉がね、はい、思い切った言葉を使ったもんですよね、はい、でその中で出てくる、はい、そのいろんなお菓子とか料理とか、はい、そういうものについて事細かに、今でいうレシピみたいなものを織り込んだところが、また一つの人気を集めたところなんです、でとにかくもう熱狂的な、ものすごい、最初新聞に連載されて、それがまあ順次春の巻、秋、夏の巻、秋の巻、冬の巻という4巻の単行本で出たんですね。でそうしますと、当時でですから4巻合わせて軽く10万部超えたっていうのは、当時初版がもう1000とかですから、その当時としては大ベストセラーですよね。でとにかく印刷所からこうリアカーで、運ばれてくるんですね。で増刷間に合わなくて、その報知新聞社から一応やってましたので、書店の小僧さんが待ち構えてて、リアカーが、つくと奪い合って喧嘩をしたという、明治の時代にそういうベストセラーがあったっていうのはすごいよね、はい、今でもね、今の日本の出版界でも、まあ、5万部出ればベストセラーと言いますよ。 ですからその明治の頃に10万っていうのは、日本の人口考えてごらんなさい、もう全然比較にならないんだから、それはもう超ベストセラーですよね、はい、食道楽、一世を風靡した食道楽 でこれは一体その読者の方にはそういうふうに受けるわけだけども、周囲からはどんなふうな見方でこの村井さんという作家を見られてたんですかね。軍団の方からはもう完全に軽蔑ですね、大衆に、まあ、媚びたというか、まあ、大体売れるものを書く人はこう、まあ、通俗作家名みたいな見方をもう散々されてますね、はいはいはい、で彼としてはやはり啓蒙小説として、そのレシピだけではなくて、当時冷蔵庫なんかもない時代ですから、例えば卵を長く持たせる方法とか、あと衛生ですね、あと台所 の、はい、殺菌とか、まあ、そういうことも非常に細かく書いてあるんですけど、みんなの興味は何しろ、まあ、その食べ物の方にばっかり行ってしまって、一般の人はもう食通小説というかグルメ小説っていうふうにしか
読まれなかったんですね、うん、まあ、しかもそれがまだ新聞に料理記事が載るということ自体も、うん、まあ、ちょっと珍しいような時代ですから、それがまた毎日の小説の中にレシピでとうとうとこう説明されるというので、まあ、あの多分家庭の奥様たちはじゃあ今晩のおかずにちょっと試してみようとかですね、うん、そういう読まれ方もしたんだと思うんですね、うん、そういうふうにしてその当時片方ではその金色夜叉とか、はい、まあ、いろんなそういう物語が大流行した、はい、もう一方ではこの食道楽という来元祭が大変な大衆を、はい、熱狂させてその世間をこう沸かせたという、はい、そういう流れの中でその来元祭は食道楽の後はどう、そうなんです、ここまでは皆さんなんていうか大体今までもですね大体知ってらっしゃるんですけれども、うん、まあ、ここでほとんど、まあ、その後いくつか書くんですがほとんど小説を書こうとしなくなってしまうんですよね。それで放置新聞もやめまして、実業の日本社が創刊した婦人世界という、うん、まあ、月刊誌ですけど、うん、そちらの編集顧問として迎えられるんですね。実業の日本の婦人社がね、これは有名な、はい、もうその当時としては圧倒的な、はい、あの大きなあの婦人家庭雑誌ですよね、はい、でまあその後彼はやはり何しろ食道楽でも家庭料理が大事だってことを言ってるんですよね。家庭で料理を作る、しかも進歩的なのは女性だけでなく男性も手伝えと、一緒に作ることで夫婦仲も良くなるんだっていうことを説いてるんですね。で結局そのあたりがその実業の日本社が目をつけて、ぜひ婦人誌の方にということで、それで彼は村井源さんその後婦人啓蒙の方に必死になって、こういろんな知識を、とにかく日本という国をまあ、世界の大国と肩を並べていくには、うん、まず女性啓蒙をしなきゃいけないというような発想なんですね。あのね、その頃のね、やっぱり文筆業者っていうのは、はい、もちろん自由業者なんだけれども、昔のその御用達じゃないけども何かの大きな組織にバックアップされて出ないとやっていけなかったんですよ、はい、そうですね。ですから例えば夏目漱石は朝日新聞だとかね、森鴎外はちゃんとした軍に勤めつつ最後まで、はい、その、はい、そうですね、官務を全うするとか、ね、本業は本業で持ってるとかね、あるいはさっき言ったように国民の友だとか都はなんとかだとか、はい、いろいろとかあって、で元裁も例えば放置でやってて、はい、その後で今度は実婦人世界、婦人世界の方へね、はい、そうですね、まあ、もうそこは非常に恵まれてはいたんですね。ホームグラウンドを持った中で、はい、筆を振るうという、はい、こういう感じでしたね。そうですね、うん、なるほど、まあ、ところがそれでしばらくは婦人世界、私が驚いたのはですね、郵便放置新聞もかつて日本の中の新聞で一番部数が出てた時代があって、それが元裁がいた時なんですよ。彼が編集総務というのをやってた時なんですね、うん、一時はもう本当に相当危ない経営危機だったんですけど、うん、まあ、日露戦争を機会に非常に伸ばして当時日本一の部数、うん、もちろん大阪朝日とか東京日日新聞とかと競ってましたけれども、うん、1位になったことがあるんですね。でまた婦人世界がですね、当時ものすごく売れて、最初はもちろん1号あたり、まあ、何千、当時で売れる雑誌で8000とか9000ぐらいだったらしいんですよね。そうだろうね、どう考えてもそうだろうと、まあ、万の台に乗ってですね、あっという間に10万を超え、なんと驚いて、驚いたことに31万部というのが最高記録らしいんです、1号あたり。それはすごい部数ですよ、はい、そうなんですよ、もうちょっと他の雑誌とはもう全然桁が違うという売れ方で、はい、だから彼はその物書きとしてのこの、ね、文章うまいんですよ、もう本当に何を書かせても非常に巧妙でね、はい、しっかりしたいい文章を書く人なんだけども、はい、その他にも例えば企画とか編集とか、はい、そういういろんな実務にありとあらゆるところにね、多角的な才能があった人だというふうに思います、はい、そうなんです。ところがそれが逆になんか金儲けがうまい元裁という悪口につながっていくんですね。そうだろうね、分かる、あいつはうまくやってると新聞でもあれほどベストセラーを書いて、雑誌社に行ってはまたね、そこでもう、そうなんです、大御所で柱としてやっていくと、はい、でしかも食道楽で、まあ、得た、うん、お金でですね、なんかどっか平塚市にすごい広い、そうなんです、2万6400坪でしたかの土地を買ってですね、はい、
何しろあの、まあ、家よりもそこでまあ食道楽を実践しようということで、うん、畑やらあの、まあ、ヤギ舎やらウサギ舎やら、うん、あの鶏舎やら、うん、そういうものを全部自分のところで作って、あの、まあ、野菜とか果物とかを全部庭で作れるようにしたんです。だから今のエコロジーだとかいろんなことみんなやってるんだよね、はい、新しいもの全部目をつけてやって、それでそのうちに次第次第にその分泌の業の方から、はい、なんと言いますかそのライフなんか、はい、に変わっていくんだよね。そうなんです。これがやはり食はやはり非常に大事だということで、うん、食と身体ですね、うん、であのやはり食が身体に与える影響ということを非常に彼は真面目にか、うん、真面目なんですけれど、うん、何をやったかというと断食なんですね。そうみたいですね。いろんな、まあ、行というか、はい、まあ、これも断食をすることであの難病が治ったとかそういういろんな例えば胃がんが治ったとかですね、そういうことをまあ体験談として語る人がいたので、それを自分でやはり試してみようということで最長で35日間も断食してるんですね。それはすごいよね。つまりこの人はね非常にあの果敢なその実験というか、あの真理を見つけるために自分の体を痛めつけることなんか気にもしてない人だったんだね。だから見てるとありとあらゆることを実行して、そのことで断食だって絶対無理ですよ、無理な行をやってるんで、あの当時は医学知識もあんまりないから断食した後の回復期のその食事療法なんてのもほとんどやってないと僕は思うしね、あのある意味ではあの自分の体を痛めつけながら、そういう、もう飽くなき追求精神のもとにそれを追い求めていって、それで比較的結局それが寿命を縮めたんじゃないかと思うんですね。この人が90までぐらい生きてたらね、相当な非常に、はい、信頼競争的な人となっていたと思うんですが、はい、もう後半は小説は書いてないんですか、その頃は。婦人世界がちょっと売れ行きが悪くなってから、うん、あの長編は2編だけその婦人世界に連載するということで書いてますけれど、ほとんどあとは書いてないですね。で晩年というともう時代は大正に入ってますね。はい、大正からもうちょうど昭和が始まる年に、まあ、亡くなってるみたいな、昭和2年ですけど、まあ、初年がほとんどないので。なるほど、はい、あの大体ですね、はい、この、まあ、日本に限らず外国でもそうだけども、こういう人たちっていうのはどうしてもその埋没していくんだ、うん、あのやっぱり広くその大衆の間に認められて、そしていや俺にはその読者の支持があるからっていうことで分断的配慮なんかもね投げ打って自分の道を歩いていく人ですから。だけどそれに対してどうして日本のその近代文学の研究家たちがこれまで目を向けていかなかったんだろうって、それが非常に疑問なんですけど ね、 村井源さんについてのその本格的な表現ってないでしょ。ないです。あ、じゃあ黒岩さんの今度の5本が初めてその村井源斎という不思議な存在をクローズアップして、まあ闇の中に光るこう輪光を放つ不思議なそのライターを初めてこうライトを当ててですね、我々の前に示してくれたという、そういう本なんですが、岩波書店から出てるこの本がですね、分厚くてものすごく高いんだよね。そうですね、中身ぎっしりですね。中身もぎっしりでね、ぜひだけどこういう本を読むことで、あの全然これまでと違った世界が見えてくるという感じが僕はするんです、はい、ですから普通読書新聞なんかもご覧になってるような読書家でないタイプの人がね、どしどしご応募なさって、そしてへえこんな人がいたのかっていうふうに、明治という時代面白い時代だったなと思っていただけると面白いと思います。この食道楽の人村井源斎というこの黒岩久子さんの岩波書店から出た本格的な評伝なんですが、これを5冊、はい、なんせね高いもんだからね、はい、たくさんといかないんでね、5冊、黒岩さんにサインをしていただいて皆さん方にプレゼントすることにします。おはがきでどしどしお申し込みください、はい、宛先は郵便番号 107-8066 東京都港区赤坂郵便局秘書箱4号五木ひろゆきの夜、食道楽の人村井源斎、または黒岩久子さんの本の係宛てまでです。はい、初めての村井源斎の本格的評伝を、はい、岩波書店から刊行した黒岩さんが今晩のゲストでした、はい、黒岩さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。伺いたいお話は山ほどあるんだけども、とりあえず今日はこの辺で、
今日はですね、岩波書店から重厚な本を出された黒岩久子さんの、村井源さんについての本格的な評伝を紹介しました。あまり話が面白いもんですから途中で音楽をかける暇もなくなっちゃったということなんですが、それではまた来週この時間にこの番組でお会いしましょう。おしゃべりのお相手は五木ひろゆきと春野絵里沙、そしてゲストは黒岩久子さんでした。さようなら。の夜、この番組は金棒化粧品の提供でお送りしました。TBS ラジオは環境を考える1週間、コスモ石油ほか各社の協賛でお送りしています。今日よりちょっといい明日を。 TBS ラジオ、 TBS ラジオ954。セブンイレブン、いい気分。人気の商品がその場で当たる夏のご愛顧感謝フェア実施中。セブンイレブンが0時をお知らせします。